大門の見返り柳お歯黒どぶと、明治の御代になっても江戸情緒を色濃く残す吉原にほど近く、原価のさざめきも手に取るように、車の往来も激しいこの一帯は、大恩寺前と仏にゆかりあるその名に似合わぬ陽気な人たちの住む町でございました。これでみんなの分お釣りは取っといてくださいな。まあまあ、いつもすみませんね。みんなもみどりさんにお礼を言いよ。ありがとう、みどりさん。へえ、まだ肩上げも取れねえってのに呈した切符だぜ。あれはおめえ、今全盛の大黒屋の大負けおいらんの妹だ。気前がよくってって不思議はねえやな。なるほど、こいつは先が楽しみだ。と大巻をしのぐおいらんになるぜ。おー、どいてどいて。あ、危ない。気づけ。いいよ、汚れるから。本当に乱暴ったらありゃしない。ありがとう、でも本当にもういいんだ。お寺さん、お似合いだよ。なんて言ったってお寺の神さんは大黒様って言うからね。大黒屋のみどりさんが大黒様とは結構な趣向でゲースよ。新さん、まだ泥が。音に聞こえた生草和尚のお坊ちゃまが照れるなんぞはおかしいでげしょ。龍華寺の神女はこのような冷やかしは耳にするさえ厭わしく思う物がたい気立てでございましたから、我が身に投げかけられるやじに耐えがたい思いだったのでございます。おお、文治か。牛松も来てるぞ。中入れ。なんだと？表町のやつら龍華寺にそんな無礼なこと言いやがったのか。ああ、やつらきっと新さんが横丁組に着いたと知って嫌がらせしやがったんだ。よし、表町がそう出たんならもっけの幸いだ。長吉、また喧嘩の相談かい。ダメだよ。わかってるよ。今度の祭りにやったことにやってやるぜ。そうしなきゃ無理にも新さんを横丁組に引き入れたこの頭の長吉の立場がねってもんだ。龍華寺のおかげで翔太にペコペコしてた連中も横丁組に引いたんだ。今年こそは引きは取らねえぞ。いいか、翔太がいくら学問ができるのを金持ちの息子のと言ったって七役ずれの氷菓子だ。奴のとこから金借りたばかりに死ぬ苦しみしてるもんが大勢いるんだ。叩っ殺した方が世の中のためってもんだよ。おー長吉、乱暴はなしだよ。あ、その頃、翔太郎は我が身に危険が降りかかろうとはつゆ知らず、大黒屋の寮に緑を訪ねて祭りを精一杯楽しく過ごす相談をしていたのでございます。そうだ、幻灯にしないか。幻灯に。ああ、そりゃいいかもしれない。みんなが楽しめるし。俺のところにも少しはあるし、足りない分をみどりさんに買ってもらって筆屋の店でやろうよ。俺が写し手になって横丁の三五郎のやつに口上を言わせれば。さんちゃんの口上ならウケるに決まってる。ついでにあの顔が写るともっと面白い。よし、
祭りまでにあっと言わせるやつを集めるぜ。翔太郎は公立の学校に通い、新女みどりの二人が通うのは私立の育英社でございました。新さん、これ、この綺麗な花、何というのか教えてくださいな。僕は知りません。新女がすげなく去ったのは、また緑との仲を生やされはせぬかと不安に駆られたからでございました。ふん、そうとは知らず、緑は生来の勝ち気さゆえに挨拶一つ交わさぬようになったのでございます。8月20日の専属祭りには、それぞれの町が出し屋台に見栄を張り合い、日本包みから黒輪まで一気に繰り込もうという若者たちの意気込みが一層祭りを盛り立てるのでございました。今年は馬鹿林の仲間にも入らず、何事もなく宵宮を過ごした翔太郎は、遅いなあ、緑さん何してんだろう。それに三五郎のやつも、あいつが来なきゃ始まりゃしないじゃないか。ごめん、うちのチビたち見てやってたら遅れちまったよ。三五郎、遅れた罰だ。緑さん呼びに行ってこい。おいらは？さあ、ぐずぐずしないで早く行けったら。おっと、北佐の次郎左衛門。おっかさん、みんな待ってるんだから早くしてくださいよ。はいはい、けどな、年に一度の祭りやもせいぜいきれいにしたいやないか。みどりさん、早く。忍ぶ恋路はさてはかなさよ、今度会うのが。あれ翔太さん、まだ十三だってのに忍ぶ恋路とは油断なりませんね。迎えに行くからな、みんな来い。これ翔太、さっきから何度も呼んでいるのにどうして夕飯に戻らんの。さあ、置いてったら。でも…まあまあ、どなたさんもまた後で遊んでやってくださいましね。ごめんなすって。ちょっと…こりゃおかしい。あの新女をお前たち横丁組の大将に据えたとは。しかし気の毒したの。あいつがいるとどうも真っ向臭くてな。今日もまた酒やうなぎは食うな、金儲けは間違うところとこのわしに説教をしおるんで、田町の店に使いにやってしもうたわ。え、じゃあ今夜遅くなるんですか。ああ、お前が誘ってくれると知っとったら出すんじゃなかったな。しかしどうせキャツに満堂は振り回せまいけ。のう長吉、祭りは天下晴れての無礼講じゃ。思いっきり景気よく規制を上げろ。横丁組の心意気を見せてやれ。そうさせてもらいます。せっかく息を切らして飛んできたのに、これじゃ火が消えたみたい。けどね、翔太さんにはババさん一人っかいないんだもの。じきじきに迎えに来られりゃ。それに夕飯が済めばすぐに戻ってきますとも。それではそれでは、どちら様もおにぎやかに吉原にわかのおさらいと参りましょう。北角前世見渡せば、軒は提灯電気と、いつもにぎわうごちょ。おい三五郎、ちょっと来てくれ、大急ぎだ。はい、来て。
この二股野郎め、金の力に目がくらんでふざけた真似しやがる横丁の面やぶさ。翔太、出てこい。頭の長吉が相手だ。やい、逃げ隠れすんな。どうだぞ。翔太さんはここにはいねえよ。この野郎、かばいだとしやがると叩き殺すぞ。本当にいねえよ。よし、構わねえから一人残らずやっちまえ。やめとくろ、喧嘩なんか。出ておいてよ。け、やかましい。さあ、翔太を出せ。どこに隠しやがった。いい、やめに喧嘩なんか。おやめよ。いけないよ、みどりちゃん。長吉、さんちゃんに何のトガがある？翔太さんと喧嘩したいなら翔太さんと押しよう。逃げも隠れもしやしない。いないものはいないんだ。さんちゃんを痛めつけるなんてひどいじゃないか。相手なら私がなる。恨みがあるなら私をおぶち。この卑怯者。なんだと？上郎のくせにほざきやがったな。あんた、みどりさんになんてこと言うんだよ。どうせ大巻の後を継いで上郎になるんじゃねえかよ。やってくれたね、長吉。ざまみろ。悔しかったらな、いつでも仕返しに来い。こっちには竜下寺の神女がついてるんだ。え、神さんが？き、表町の腰抜けめ。いけねえ、おまわりだ。三家郎、横丁の闇に気をつけろよ。珍しいこと、お前が学校休むなんて。この暑いのに雪が降るんやないか。朝飯が食べとうないなら、後で寿司でもあつらえようか。お稲荷さんに行ってきます。具合悪いんやろ、母さんが代わりに。姉さんが繁盛するように私が願をかけたんだもの。自分で行ってきます。はあ、祭りの済んだ明くる日、みどりが学校を休んだのは、もとより額の泥のあろうても消えがたい恥ずかしめが身にしみて悔しかったからでございます。長吉がいくらこの上なしの乱暴者でも、神女の後押しがなければあれほどの狼藉は働けぬはず。たとえ年上の学問に優れた竜下寺の若旦那にせよ、みどり、紙一枚のお世話にも預からぬものを。我が姉様は、大黒屋に大巻いずば、あの家は闇とまで言われた前世の花魁。大黒屋の寮に住まい、留守を預かる身とはいえ、長吉風情に引けは取らず、竜下寺の坊様にいじめられるは心外とて、学校通いもふっつりと、取り巻きを集めては日がない一日遊び暮らすようになったのでございます。一方、新女も祭りの宵の夢にも思わぬ騒ぎに胸を痛めていたのでございます。留守中に起きたこととて、今さらとがめ立ててもせんないこととはいえ、我が名を使われては、緑や三五郎たちへの気の毒を一身に背負う思いだったのでございましょう。その年の夏も過ぎて、あれ？今
誰かがどぶ板踏んだような音がしたけれど。おや、そうかい。よし、誰だ、呼んだって来やしないよ、一見だもの。新さんかい。そりゃ惜しいことをした。入ってきたら散々いじめてやったものを、きっとあたしたちがいるのを知って逃げたんだ。あ、冷たい。みどりさん、どうしたのさ。どうもしない。本当に嫌な坊主ったらない。人前じゃおとなしそうな顔をして陰に回って長吉たちをそそのかしてひどいことするんだから、あんなひねっこびれの意地悪の根性曲がりありゃしない。でも祭りの時の喧嘩は新さん知らないことだって。え、誰がそんなこと言ったんだ。学校で長吉が新さんに謝ってた。言いつけ守らないで勝手に喧嘩して悪かったって。そしたら新さん、済んだことは仕方がないけどもう弱い者いじめはするなって、三五郎やみどりさんをいじめるのは恥だってそう言ってたよ。今日も一日降るんやろか。あら、おっかさん、歯切れをくださいな。誰か鼻を切らしたようだから。ここが緑の家の前と思う時より心高ぶり足を早めた新女でしたが、あいにくの雨に鼻を切らし、耐えきれぬ思いのさなか飛び石を伝う足音を耳にして冷や水を浴びる心地だったのでございます。あるいは姉さんのところにお使い物を届けに行こうと思ったら鼻を切ってしまって困ってるんだ。よし、俺のを履いてきね。さ、新さんのは台所に放り込んどくから、さ、お出しよ。でもそれじゃ気の毒だよ。なに、俺は慣れてるさ。じゃ、またな。あ、集めは休みかい。みどりさんを見かけなかったか。朝からずっと探してるのにどこにもいないんだ。今さっき羽橋から出て俺の家の前へ通って行った。中に行ってたんだな。本当に翔太さん大変だぜ。今日はね、髪をこういう風にこんな島田に言って。あの子も花魁になるのか。俺寮に行ってくれ。綺麗だね、あの子。翔太さんか。みどりさんは奥にいますよ。みどりさん、みどりさん、いや、その髪よく似合うね。みどりさん、どっか加減でも悪いの。いいえ、今朝から機嫌が悪って。翔太さん、遊んでやってくださいな。私は赤飯をふかしますから。大牧さんと喧嘩でもしたかい。どうしたんだよ。なんか俺気に障ることでもしたかい。ねえ、なんとか言ってくれよ。と
年なんか取りたくない。一年も二年も前に帰りたい。どうしてそんな無理言うんだよ。帰りたい。変だよ、おかしいよ。出てっておくれ、翔太さん。みどりさん、五章だから帰っておくれよ。なんでそんなに苛立つんだよ。もう嫌、誰にも会いたくない。口を聞くのも嫌、帰っておくれったら。お邪魔様でしたね。来年からは横丁のやつらもみんな翔太さんの手下だぜ。なんたって新さんがどっかの坊さん学校に入っちまったら長吉は片腕なくしてさっぱりだもんな。その日を境に急に大人びた緑は稽古ごとに車の姉のもとに通うほかは町に出て遊ぶことも絶えてなく、表町は火の消えたように寂しくなったのでございます。その日は新女が僧となるべき学び屋へ遠く旅立つ日だったのでございます。一つ見えない悲しい